はい、おはようございます。地産島の人でございます。はい、フィフスステージも3つ目になりました。はい、金山正樹ですね。金山駅ももうこれで最後になるといいですね。はい、そう願ってますよ。周辺施設は風俗関係が多いですね。と猫カフェさんかな。アパルトマンとかなんかわけのわからない店が多いですね。はい、 au のお店もあります。あー、失礼失礼、いつもの悪い癖ですね。はい、この辺りはというと郡上八幡高山、東京秋葉原、埼玉新都心、市議、新宿川越、新宿東京に行きみたいですね。はい、そうですね。まあ時間は変わらずですけど、さっきと変わらずですけどね。あ、ちょっと違ってるか。こっちは22時25分になってますね。で、ほとんどが22時になってます、なっているところがありますな。はい。こんな感じですね、行き先は。こっちにはなぜか市バスがあります。はい、以上です。で、この辺りはというと人通りが多いですね。相変わらず車の通りが多いですね。はい、車の通りが多いですね。まあこんな感じですよ。はい、でやっぱりちょっと値上がりしてますね。210円になってますね。ああ、それはバスの話ですけどね。市バスの話ですね。はい。で、こっちはというと、わかりませんね。まあ、こんな感じですよ。値段は、まあ、予約したときにお調べください。はい。以上です。はい、今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。